ボンジョルノー、たっちゃんです。今日は、11月11日10時14分。はい。まあまあ遅い朝スタートやけどね。ちょっと今日そんな遅くなかったね。8時くらいに1回目覚めて、で、ちょっとね、風邪気味でちょっとしんどい。喉がすっごいしんどいのよ。だから、うとうとしとって、ずーっとうとして。で、まあ2時間ほどダラダラして、まあ今日別に何も予定入れてないし、まあいいやと思ってダラダラしとったんよ。で、ちょっとでも体調戻ったらなと思ってやっとったけど、喉が痛い。体調自体はね、そんなに、めちゃくちゃ崩してるわけじゃないけど、喉が痛い。あ、この一口目の水が少し気持ちいい。心地いい。149の88の66、まあまあ高い。やっぱ新基準からやったらそうではないか。新基準160円確か。今日はね、11日やけど、この動画がな、12日。そう、あっちゃんのね、あっちゃんねるの、9回目のバースデー、9周年記念日っていうことでね、今日の夜、9時半ぐらいから、まだ、確定じゃないので、ね、一応予告は9時半ぐらいにしてやるんだけども、9時半ぐらいから、ね、ライブをしようと思ってるんだけど、で、そのライブですね、まあ、どんなライブになるのかって、まあ何も考えてはないけど、9年間ね、あっちゃんのことを応援していただきましてありがとうございますっていう、まあ、9年応援してくれる人はね、なかなかそんなに似てないと思うんだけども、ね、9年前に始めて、そこからね、半年で、200人、300人ぐらいかな。その辺もちょっときっちり今データ出して話しようかなと思ってるんだけど、何人か集まってくれてね、まあ、半年で、1000人達成して、で、半年で1000人やったっけなぐらい達成して、もちろんあんま覚えてないぐらいいて、で、その初期の頃にね、から見てくれて、まあ言った応援してくれてた人がいまだにね、いてくれてるのもすごく嬉しいことでしていただきます。まあでもね、そうやって9年間9年って言ったらね、ほんまにだから何って言われたらそうかもわからんけど、9年ってなかなか同じことを継続してする長い時間やと思うのよ。でまあね、言うてみて9年前の自分ってどうやったんか言ったら結構無理も効いたし、お肌もプリプリでピチピチやったのにこんな劣化しちゃってね。で言うたらね、ほんまに生まれたての赤ちゃんが9歳、9歳でも一発の口利くことの年やね。でうちの子供は今22の19やねんけども、9年前だったらまだ小学生やからね。うん、その頃のこと思ったら9年間毎日ね、ご飯食べる時はカメラ回して、出かける時はカメラ回してって、子供にとっては親じゃなかったとは思うし、いい環境ではなかったと思う。でももうそれが9年間続いたら、それが当たり前になってききて、子供がカメラ回さへんのっていうようになってきてね。まあそんな9年間を歩いてきたんやけど、この9年、まあ、あっちゃんが YouTube してなかったらもう破綻してたし、やっぱりその頃ね、まだ子供が小さかったし、子供を育てていく学校も経費もかかる。そこからだったら大きくなっていくごとに食べる量も増えていくし、いるものも増えていくし、経費がかかってくるってことはそれだけお金もかかってくるけど、それをみんな支えてくれたんがあっちゃんの視聴者さん、みんなに見てもらえることによってあっチャンネルっていうのは成り立ってるから、本当にあっちゃんを支えてくれたのは応援してくれてる視聴者さんたちなんやなって思うのよ。だから本当に嬉しいし、感謝感謝なんよね。でその視聴者さんに対してもやっぱり気に入らんことあったら切れたりもしてたけども、いろんなことやってきたけど、そういうね9年間の歩みが今で、今やっぱりね、あっちゃんの意図してない配信者を見てる視聴者さんが多いってことは、そっち方面、要は炎上とか汚いとかね、そういう系やと思われてしまったんやろうなと思って、それもあっちゃん反省してもらうし、もっともっとクリーンにやってたら再生取れてたし、もっとね、なんていうのかな、そういう新規さんも来てくれてたやろうし、で固定の視聴者さんも離れずにしてくれていけてるやろうなと思うんやけど、まああの時は仕方なかったんちゃうかなと思うんやけど。逆にそういうことしたことによってこうやって再生取れて、今かもわからへんしね、何が正解で何が間違いかなんてもうわからんのよ。今が正解なんよ。だって違う道っていうのは歩んでないからわからへんね、だからあっちゃんにとって今この人生っていうのはあっちゃんの人生であって、あっちゃんの幸せだよね。だからなんやかんや言うてあっちゃんは本当に幸せなんだなって思うのに、みんなが応援してくれてね、やっぱり9年間、8年間、7年間、6年間、5年間、ずっとあっちゃんのことを応援してくれてる人がいてる。もちろんね、ほんまに数ヶ月前にあっちゃんに出会ってくれた人、数日前に出会ってくれた人、ね、何年も前に出会ってくれた人、そしてこれから何年も何年も応援してくれる人、本当にそういうね、あっちゃんを応援してくれる人に支えられてあっちゃんは生きていく。それがチャンネルなんやな。だからこそ、ね、みんなが喜んでくれることをしていかなく。かつてね、わざとそういうところをね、視聴者さん再生を取るために炎上させたりは違う。逆に何を求めてくれてんのあっちゃんにって思ったら、あっちゃんが楽しく喜んでいろんなことやっていくことを望んでくれてるとあっちゃんは思ってる。そういう視聴者さんがあっちゃんを応援してくれてると思ってる。だからあっちゃんはあっちゃんが楽しむことをやっていく。ここ最近、昔はそんな言うてなかったしやってなかったんやけど、ここ最近本当にね、それが一番いいんちゃうかなと思うようになってきて、だからやりたくないことはやらない、いらないことはしないで、やっぱり誰にこびることもなく自分でやりたいことをやり続ける、それが正解なんやろうな。でもそれが再生取れるのかって言ったら一時的には取れへんけども、長い目で見たらそれが一番いいと思う。だから一時的に再生取るために炎上とか汚いとかそういう方に行っても、頭打ちはすると思う。それがやっぱりあっちゃんを見てくれてる視聴者さんが見てるコンテンツっていうところに大化けしたところがいけないからね。でそのジャンルの中でどんだけ化けた人がいてるのかっていう中でいないと、やっぱりね、そういうね、なんていうのかな、いつまでもそういう炎上とかやったりねしてると伸びひん、ある程度で、まあ、ある程度面白いとかね、後期のもなんかバカにしたとかそういう目で見てるようなチャンネルっていうのはある程度で止まってしまう。だからそこでそういうチャンネルにあっちゃんは行ったらあかんなって思う。だからあっちゃんはみんながじゃなく、あっちゃんが楽しいことをやって、それに賛同してくれる人たちが来てくれる。それが汚いこととか嫌なこととか炎上じゃなく、あっちゃんが本当にただ単に楽しんでるっていう動画、それが本当の Vlog じゃないのかなとあっちゃんは思うね。だから Vlog っていう路線でやっていくのが一番あっちゃんではいいのかなってふと思う。だからあっちゃんの日常を垂れ流しって言われたらそうかもわからんけど、その日常が波あんのかないのかね、毎週ね殺人事件が起きてるコナンのようなチャンネルよりも、あっちゃんは何ら事件のないサザエさんのような、ね、まあコナンが短いからやらしいね、末永くやってる中でもやっぱりこうご長寿番組ね、サザエさんって何って事件とか起きてないのに何十年続いてる、まあ、そういうチャンネルでありたいなと思います。ということで、9年間ありがとうございました。そしてこれからの何年何十年これからもよろしくお願いします。ということでね、今日だからあっちゃんはまだ11日だけども、12日9周年の、記念日が始まった今日は、視聴者さんにファン感謝の意味を込めていろんなコンテンツをやっていこうと思うんだけどもね、まあ、今日夜9時半から感謝ライブをするんだけども、それまでに何かまたいろんなアクションを起こすかもわからへんけども、まあ今日の夜の9周年記念ライブを楽しんでください。よろしくお願いします。ということで今日のあっちゃんの送礼タイム、9周年を記念に、今日のあっちゃんの9周年記念日一発目の動画送礼タイム、よかったよと思ってくれたら高評価、応援、コメント、チャンネル登録よろしくね。ではまたね、バイバイ。